皆さんこんばんは。衆議院議員の原口和弘です。えー、次長、平和朗読のですね。21をお送りいたします。えー、今日はですね。非常にあのこの本のテーマというか、まあ世界の歴史にとっても非常に厳しい日です、えー、アメリカ国防総省ペンタゴンはですね。トランプ大統領の指示で。 イランの精鋭部隊の革命防衛軍の司令官であるソレエマニ司令官をですね、攻撃し殺害したことを明らかにしました。イランの,あの最高指導者はですね、あのえー、報復措置を,を取る考えを示しておりまして、えー この、先ほども NHK のニュースでやっていましたが、えー、イラン情勢に詳しい慶応義塾大学の田中光一郎教授によるとですね、中東にある爆弾の導火線にアメリカが火をつけた格好になったということですね。で、えー、この殺害されたソレマニ司令官はですね、 え、イラン国内では自分たちの国を過激派、組織、イスラミックステート、IS ですね。IS や、アルカイダなどのテロ組織から守ってきた英雄として扱われてきました。で、本当にですね、主権国家、国連加盟の主権国家ですよね。その主権国家に対して、 その他の主権国家が攻撃をするということがですねどういうことなのかということをやっぱりよく考えてほしいですね、アメリカあのイラク戦争の時もそうでしたけども結局、大量破壊兵器はなかったで今回の場合は核合意から一方的に離脱したのはアメリカですよね。 本当にその大統領任期の3年目になるとこういうことをですねあの過去3年目の,あの戦争っていうのは統計的に見ても非常に多いですよね。非常にあの感化しがたいことでありあのイランの皆さんには。えー 中心よりお悔みを申し上げますそして、アメリカにはですね、自制を求めたいと思います。アメリカの,あの議員のツイートを見ていてもですね、こ議会に諮ったわけではない、えー、突然行われた爆撃のようです。えー、じゃあ、ちょっとあの第8章、歴史に生体する力、同じ過ちを繰り返さないために。 こ,この章はですね、えー、ちょうどこの2007年に「平和」っていう本を作る前に、えー、私たちはあの読売新聞がやった「検証戦争責任」というですねそういうプロジェクトこれ塩川さんですね塩川さんはあのあこういうコツをですねずっと集め続けて あの日本に帰っていただけるようにということで、えー、太平洋戦争の犠牲者の方々はですね日本に帰ってほしいということでやってこられましたさて、えー、本に移ります、えー、戦後60年に戦争責任を検証する 戦後60年を迎えた2005年、私は戦争責任の検証を試み見るべく、これはあの、検証戦争責任という、うん、読売新聞のプロジェクトですね。えー、国会議事録や論文など当時の資料に当たっていた。えー、読売新聞が社を挙げて、 戦争責任を検証するプロジェクトを進めており、私もシンポジウム昭和史の再検証、戦争責任を考えるに参加した。当日はノンフィクション作家の保坂正康氏の基調講演を受けて、パネル討議が行われた。三栗屋隆東大教授が司会を務め、住民主党衆議院議員の加藤光一氏、 ジャーナリストの桜井義子氏、国際日本文化センター助教授の牛村慶史保坂正義氏と民主党衆議院議員である私が、の5人がパネ,リストパネラーだった。11月11日のシンポジウムには300名の定員に3000名以上の申し込みがあり、歴史検証に対する 関心の高さを伺わせた読売新聞戦争責任検証委員会がまとめた「検証戦争責任」中央討論審査が出版され大きな反響と議論もき起こした満州事変に始まる戦争状態の中でなぜ日中戦争が始まったのか。 日中戦争がなぜ日米開戦に結びついていったのか。最近になって当時の外交文書、あるいは隠された史実が次々と明らかにされている。敗戦前と敗戦後では、日本人の歴史観も大きく変わったように見える。日清日露戦争から満州事変、そして日米開戦に向かうあの時期、日本人はどのような世界観、歴史観を 共有していたのだろうかお国のために命を捧げることが史上とされた戦前の日本と象徴天皇制の下民主化を進めていく戦後の日本とでは何がどう違うのか同じもの共通するものとは一体何なのか戦争に突入した愚を攻めその戦略上の誤りを指摘するだけで 当時世界が抱えていた矛盾や日本が抱えていた構造的な原因に、の議論に蓋をするなら、また同じ誤りを繰り返してしまうだろう。国体の本義これ、国体の本義っていう本は、ぜひですね、皆さんも手に取られてみてください。そうですね、歴史を見直すことはとても大事です。 私は歴史資料にあたるうち国体の本義、文部科学省教学局編纂内閣印刷局印刷発行という本に出会った。これは昭和12年、1937年に文部省が刊行した本で、当時台頭してきたナチスドイツについての記述もある。文語体で書かれた原書の一部を語訳した 内容をここに紹介したい。国体の自覚って書いてありますよね。今では本来の個人主義を捨てようとして全体主義、国民主義が急激に勢力を増している。ファッショナチスが台頭することともなった。つまり、個人主義の行き詰まりはヨーロッパ諸国、 アメリカにおいても我が国においても同じように思想上社会上の混乱と転換の時期を招いてきているということができる長い間個人主義のもとにその社会国家を発展させてきたヨーロッパ諸国アメリカが今日の行き詰まりからどうやって解決の方法を見出すのかの問題はしばらく起き我が国に関する限り 本当に我が国が独自の立場に帰り万古不易いつまでも変わらないという意味ですねの国体を発展進歩させて,させていき全ての国が追いつけないようにしよく本来の姿を現ししかもかたくなに古いものに執着し新しいものを受けようとしない態度を捨ててますますヨーロッパアメリカの文化を その不純な部分は、部分は捨て、純粋な部分を取り入れていくことに努力し、本筋を立てて抹接の部分も活かしていく。聡明で努力が大きく心が広い新日本を建設していくべきである。つまり、今日の我が国民の思想が対立、矛盾してしまっていること、生活が動揺していること、文化が混乱してしまっていることは、 私たち国民がよくよく西洋思想の本質をじっくり観察するとともに真に我が国体の本義を体得することによってのみ解決することができるそしてこのことはただ我が国のためだけではなく今や個人主義の行き詰まりに遭いその打開に苦しんでいる世界人類のためでなければならない。 ここに私たちの重大な世界的使命がある。まさしく国体の本義を編纂して建国の由来を明らかにし、その大精神を発展、進歩させていくと,とともに国の歴史にはっきりと現れるように国体の姿を明らかにし、積極的にこれを現代、現代で説明をし、これによって国民は 国民の自覚と努力とを促すわけである。こう書いてるわけですね。この頃何だったかと、この年はさっき1937年ですよね。1937年ということは、1929年の大恐慌を経て、そして世界が戦争に、というかもう戦争に突入し,している時ですね。 えー、大恐慌日本は第一次世界大戦の戦勝にですねあのー、まあ酔うっていうかずっと勝ってきたわけですね戦勝国だったわけですねでじゃあこの時の社会がファッションだったかというと今のこの現代の方がかなりきついで しかも私この時の議事録とかもですね随分読み込みましたあの時の国会議員が今の国会議員よりか劣っていたかというと残念ながら今日も中国企業からあのお金をもらったっていう5人の報道がありましたねいや少なくともこんなあからさまのことがあっただろうかと思います ただ、この中で皆さん、これ、ご覧になってください。ナチスドイツですね。ファッションナチスが台頭することとなったと。ナチス、ナチスについての記述があるわけです。で、ちょっとこの後読んでみますね。こ、この後は僕の文ですね、この本では、個人主義を捨てようとして、全体主義、 国民主義が急速に台頭したことも冷静に記述している。そして、国体の本義をよく自覚して、個人主義の行き詰まりにあい、打開に苦しんでいる世界を導く世界的使命を歌っている。世界的使命を歌っているんですん。非常にその、旧壮大っていうかですね、 そしてナチスドイツはファッションと記され警戒感が見て取れるそれなのにこの翌年日本は日独遺軍事同盟でそのファッションナチスと手を結ぶなぜだろうかここが分からなかったんですつまりナチスドイツについてはこれその出てくる背景についてもですね かなり冷静に分析してるのに、なぜこういうことが起きるのか、なぜ誰がそのナシスドイツと娘と言ったのか、それがわからないんですよ。これ、ぎ議事堂ぎ、ご覧になってください。この写真貴重ですね。あの、僕以外の民主党の、これ多分外務防衛委員会でしょうかね。あの、この二人は今、 民主党にはいませんね。さて、えー、次の章を読んでみます。財政金融面から戦争を検証する。戦争を検証するとき、ともすれば軍事面、戦略面に偏った議論が展開されがちだが、今のはキムさんですね。あの、障害者インターナショナル。えー 戦争を検証するときともすれば、軍事面、戦略面に偏った議論が展開されがちだが、ここではあえて最初に財政、金融面からの歴史の検証に言及したい。国会で財政、金融委員会、筆頭理事などを務めた私は、今になって議論する上でも大きな二つの源流を感じるからである。そうなんですね。私はあの総務大臣を 拝命いたしましたが、もともとは財務金融委員会、予算委員会、ここがですね、私の主なフィールドなんですね。ちょっと読んでみます。政党政治における財政金融政策の二つの原型を作った二人の政治家、それが高橋惚歴夫と井上淳之介だ。この二つの原型は、 まあ原型とも言っていいですよね現在の日本の政治にも形を変えて受け継げられている。第7回民主党日本の近代現代史調査会において政党政治における財政金融指導者高橋晃紀夫と井上淳之介と題して東京大学の三谷太一郎名誉教授に講演していただいた。 三谷教授の講演の中から基礎的な部分を記しておきたい。三谷教授によれば、これは亀ちゃんですね。スタッフの亀田くん。三谷教授によれば、両者の共通点は、一、英米、特にアメリカのウォールストリートの当時の有力投資銀行と非常に強い関係を持っていた日本銀行出身の国際金融家であるということ。 2原経優会内閣とを共に支えた財政金融家、えー、高橋大蔵大臣と井上日銀総裁。3欧州,欧州中心から対米協調路線を明確に打ち出した原経を財政金融面で支えた。4。<laughs> ちょっっと寒くなて2人ともテロによる非行の死を遂げているということであってこの時の民主党っていうのはですねやっぱ大きいからいろんな研究会を持ってるんですよで今もうそうじゃないですよねもう野党合同ヒアリングをやるのが関の山っていう状況もちろんあのネクスト。うー 4部門にもう絞られて、やっぱり一定の数を持たないといかんですね。一方、一失点は、高橋がドイツ系ユダヤ人とのつながりを持ち、一国資本主義の薩摩系官僚の系譜を継いでるのに対して、井上はアングロサクソン系とつながり、国際資本主義的思考が強いことだ。 ここ大事なんですよね。一国資本主義、薩摩系官僚、社長ですね。そうなんです。新自由主義、アングロ、アメリカ。高橋が財政積極政策派、井上が緊縮財政政策派と反対の側面も持っている。ここも大事ですね。今何をやってるかというと、 まさに野党の方も、山本太郎さんのように、ですね消費税をもうなくしてしまう5、5%にすべきだと、その一方で、えー、私があの民主党代表選挙で戦った野田佳彦さんのように、財政健全論、健全化論を掲げて、ですねこれ、源馬君ですね、今、代議士になってます。えー えっと、その、すいません。途中で写真に気が取られるといけませんね、えっと。この積極財政派と緊縮財政派、今も大きな議論になってますよね。で、これは日本の国力バランスシートをどう見るかっていうことにもよるんです。これ純粋に数学の話であるべきところをですね。 もっと違うものになってしまっている。解かないといけませんね。ちょっと読み進めてみます。外債依存、外資の流入に消極的だった高橋惚歴夫。高橋惚歴夫は日露戦争1904年2月10日を機に登場した日本最初の国際金融化で 少年時代から豊富な外国人との接点や海外体験があり、農商務省、横浜銀行などで活躍、国内、国際、両面の知識を持ち合わせていた。日露戦争の戦費調達のため、外債の募集を行った時、高橋は当時日銀副総裁でかつ、帝国政府特派財政委員も務めている。 外債の発行回数は六回。発行総額十三億円。一億三千万ポンド。という膨大な経費に対する危機感は。夏目漱石の。それからに如実に示されている。そうなんですよね。漱石の。本の中に出てくる。外債依存の固定化と拡大による社会的病理への危機感。不安感を漱石は。日本ほど借金を。 お知られてて貧乏部類をしている中略「牛と競争するカエルと同じでもう君腹が裂けるよ」と書き的確に揶揄している「外債と国債の違いこそあれこれは膨大な財政赤字を抱えながらもさらに大きな国債発行を続ける政権批判とも似ている」まあこれまだ2007年ですよね。 この時の国際発行額と今たっても,もう全然違いますね。明治維新後に続けられた植産工業政策により日本は富国強兵の基礎を築いた。しかし同時に一方では欧米先進国との間で不平等条約が結ばれた。欧米先進国にとって有利な自由貿易体制に組み込まれた日本は やがて拡大する経済的な矛盾に耐えられなくなっていく。食産工業政策が成功すればするほど、市場規模と労働力の拡充が欠かせないのだが、それらを欧米先進国に独占されていたからだと。つまりここにですね、当時の日本が抱えていた構造的な問題があるわけですね。遅れてきた資本主義なんです。 遅れてきた自由貿易体制、ルールにおける競争、そのルールはですね、先の国々が握っているわけです。また読んでみます。高橋は、薩摩系官僚の森有祈や、前田生命らを尊敬し、ナショナリズムに深く影響を受けている。松方正義に認められた高橋は、 薩摩マ系統声優会の連合政権である第一次山本昆米内閣においても、保護貿易論、自国産業の育成、国内市場の重視を唱えている。彼は外国資本の対日影響力を極小化すべきで、国内収支は厳格にバランスが取らなくても良いが、国際収支は厳格に均衡させようと主張している。 資本の自由化に対しては制限を課すべきだとの主張は今の国会にも通ずるものがある。相通ずるものがある。これとっても大事でですね。つまり資本主義が際を越えてどん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 あの広がっていくわけですね。まるでバベルの塔のように。で、バベルの塔はどうなったかっていうと、まああれはあの 神に近づこうとしてですね、壊されるわけです。で、そして神は怒ってですね、それぞれ、えー、人類の言葉を別々にするんですね。で、この際っていう考え方、とっても大事で、あのー、私は反真珠主義者なんですね。それは、資本を、がどこでもフライトすればいいっていう話じゃない。貪る資本がですね、世界を不安定にしている。あのー、 ついに、この2020年、令和2年の一日に、私があの、申し上げたこと、3つの平和、2日、昨日ですね。昨日は緑の文献改革、つまりエネルギーのパラダイムチェンジについて話をしました。資本もパラダイムチェンジするべきなんです。そういう意味でも、私の考え方は、私は薩摩系官僚ではなくて、非善の生まれですけども、えー 佐賀の生まれですけれども、あの、際を大事にする、地域の文化を大事にするという点でですね、高橋の考え方に近いと思います。日本経済の対外依存度を極小化するという主張には、明治政府の経済的ナショナリズムの原則が見て取れる。輸入の極小化、輸出の極大化という政策がここから導き出された。高橋財政のもとで、 円の低安定化。今で言うなら政府の円安誘導策による輸出拡大が行われ、輸出は顕著に伸びたものの、それが今度は対平貿易摩擦を引き起こすことになる。対平ですよ、この時は。インドにおける繊維製品の洪水的輸出によって、イギリスランカシア地方の繊維産業が危機に陥ったことが、 英国の苛立ちをさらに高めた。これ、えー、1980年代の日本とアメリカに似てますね。現にこの苦い経験は太平洋戦後もイギリスの対日政策に影響を与えイギリスは日本の経済的脅威に対する警戒感から GAT= 関税と貿易に関する一般協定戦後の48年に発行され日本は51年に申請したが 加盟実現は55年への日本への早期加入に反対するこだったこことってもあれですねあこれも象徴的ですねこれ N ローでですね私講演させていただいてるんですがこの時何だったかというと後ろから来たキャリアがですね、えー、NTT っていう大きな組織をこう 分割せようとそしてその線を自分らに与えようとやってきたわけですねところがその NTT がやってきたっていうか電信電話公社公社ですね公社がやってきたことは何もその通信を広げるだけじゃないんですよ研究もあったわけです研究でその研究をクリームスキミングされてしまえばですね 何も残らない次に、次の年への、未来への投資が、という話を当時していました。もちろん民営化をしていますから、その民営化の果実は広く国民に渡すべきで、競争条件をしっかり整えるべきなんですが、その中でもですね、ここでも NTT そのものがですね、新自由主義にさらされて、結果競争力を 失っていくわけですね。当時の NTT はですね、今はもう、あの、ドコモとかですね、移動体通信別の分野でまた、あの、大きな活路を見出してるんですけども。そうなんです。友長、郵政の、郵政が民営化分割化されたその前が、あの、まさに、日本電信電話公社なんです。これもものすごく強い。 研究の基礎だったんです今、日本の衰退をあのどう救うかというのを私やってますけども、その中の一つには研究。私、あの未来工学研究所というところにですね、これはあの国連障害者の権利条約の議論ですね、えっと、いましたけども、あの勉強させていただいてましたけども、豊富な研究資金。 それを供給しているのが、えー、漢方であり、ゆうちょであり、そして日本ゆ、まあ、当時は、えー、郵政ですね、郵政とこのお電信電話公社だったわけです。日本型株式会社だったんですね。で、まあ、それが解体される過程が、日本の凋落の過程と重なるわけです。ちょっとよ、あと少し読んでみます。 この章結構長いんで。新国における食産工業政策指導者である張指導に忠告を与えたのも高橋である。日本はアメリカ、イギリスの二大経済力を警戒すべきで、第三の経済力として東和経済力を確立すること。ここに出てくるわけです。東和経済力という考え方が。 日本では日本の技術力と中国の労働力を有機的に結びつけることを目指した日本の軍事力を背景とする中国政策を転換させ中東軍の撤退と軍事諸施設の撤去を目指したのも高橋だったこれがイギリスに一層の警戒感を与えることになった中国における排他的経済力を 日本が作り出すのではないかとの警戒感だと今でもアメリカの一部指導者が東アジア通貨圏などアメリカ抜きの経済圏を警戒する文脈とよく似ているここもすごいことを言ってますねあのちょうど鳩山総理が映ってますがこれあの東アジア構想ですね 彼は民主党が政権取ってすぐこれを出すわけです。私はあの民主党政権の総務大臣でしたけども、アメリカにですね、すぐ9月があの政権発足ですが、えー、もうすぐアメリカに飛んだわけですね。で、外交評議会で、えー、講演をしました。で、そうすると、その時にですね、 アメリカの昔からの友人ですよ。昔からの友人も自分たちを見捨てて中国に寄るのかと。鳩山の東アジア構想は何だということを明らさまに言ってくるわけですね。つまり、この時の日本も、はもっとそうですね。第一次世界大戦に勝って、そして、中国と、 の労働力を使い、日本の技術力を使い、資本力を使いですね、そして、高層、東アジアの東和、経済圏を作ろうとしたわけです。で、これはあの、通貨についてもそうですね、私も、えっと、2000年代の初めに、円と元とウォンをまとめたような、あるいは他のアジア通貨をまとめたような、ゼンっていう、 通貨の構想を出しました。まさに EU のですね、あの、ユーロに値するようなもの、つまり気づく通貨を持ちたいと考えます。最後、あと一節読んでおきます。第一次大戦後の主役は高橋から井上に交代。井上淳之助は、 第一次世界大戦後に誕生した日本の国際金融化の第一人者である。ドイツ系ジャコブシフ経営と近かった高橋は、アメリカ及び日本がドイツに参戦することを極力阻止しようとした。それに対して連合国に金融、物資調達を行っていた モルガン商会に井上は近く。第一次世界大戦におけるドイツの反省反敗戦を受けて、高橋の力は低下していく。英米仏日四国国際借款団の設立を目的に来日したトーマス・ラモントに対して、日本側交渉責任者として当たったのが、当時日銀総裁であった井上淳之助だった。 ラモンと井上交渉で打結をした背景には、両者が信頼の絆を深め、国際金融資本の支持と信頼を井上が勝ち取ったことに起因する。彼は、近代日本のいわゆる自由主義者グループの優れたタイプである。万盲留保方式に必要にしがみつき、今なお政府を動かしている軍閥を 解体する必要を政府に分からせるため、彼は産むことなく働いた。この枠組みは、東アジアにおけるワシントン体制を、経済的部分において先取りしたもので、極東における文庫解放原則の維持、東アジアの国際政治の枠組みの中で、大きな役割を、これ、えー、この写真は、あの、 今のは国連障害者の、ね、あれですけど、その前のはですね、えー、拉致議連ですね。で、えー、今の本に戻りますけども、えー、これ、日本もですね、えー、閉じた人たちと開いた人たちっていう、そういう単純な分け方では分けられないんですよね。新自由主義的なもの。それから、 国際的なルールとを先取りして国際化をしていくもの。このバランスなんですよ。で、このバランスについて、まあ、世界は当の昔に、世界つっ,っても,もアメリカですけども、アメリカはですね、えー、ルールを、における競争がその競争の本質になって、もう長いですね。ですから、IMF にしろ、いろんなところにせよ、 あの、必ずですね、ナンバー2見,見るとアメリカ人だったことが多いですよね。で、これは何を意味してるかっていうと、日本は世界のルールにおける競争では負けられないっていうことです。あの、今年オリンピックイヤーですけど、オリンピックも日本人が勝つとルールが変わりますよね。私、バレーボール、あの、よく申し上げますけども、あの、ミュンヘンオリンピックの 松平全日本の玉拾いをしてました。優勝しましたよね。世界一でした。そうするとルールが変わるわけですよ。ワンタッチルール。で、ルールを変えてはいけないんですよね。そう、TPP はどうなるか。TPP はですね、これは自由貿易協定じゃないですからね。これ、6000ページをご覧いただければわかりますけども、TPP は投資協定です。いや、 投資家保護協定なんです。で、世界の貪さぼるマネー。これもまたあの、緑の文献改革に戻りますけども、貪さぼるマネーをいかに抑えていくか。貪さぼるマネーをいかに社会を支えるマネーにしていくか。それが一番の方策だと思います。今日の最後にですね、今、今日のあの、アメリカの この攻撃によって世界はさらに厳しいことになってきました、まあ、世界体制にならないことを心からあの願うわけですけどもアメリカには自制をそしてイランも,もですねあのそれは非道なことに対する非道で応えないであの欲しいと思います。トランプ P チームがやったんだと 思わざるを得ないですねなんでこんなことするのか一辺の道理もないと言わざるを得ませんでそこでぜひ今日本は、えー、世界再編をしています右左で分かれないこと右左そんなもう単純な話じゃないです今映ってましたねあの私の一人は親友ですけども右左であの考えてしまうと 結果、あの、古い自由民主党さんのですね、アメーバみたいな組織に絡み取られるわけです。今一番、あの、保守的なっていうか、日本の権益を守ることを言っているのは、どの党ですか。それを考えてもですね、えー、新しい時代の、新しい枠組みを作っていく。そういう気概で、また、 頑張っていきましょう。それでは今日はこの辺で終えます。明日22回です。ごきげんよう。